A-12、a 1は、ロッキード社のスカンクワークス責任者、クラレンス・ケリー・ジョンソンが設計し、中央情報局、CIA 向けに製造した偵察機である。A-12 は、1962年から1964年にかけて生産され、1963年から1968年まで運用された。 1962年4月に初飛行した、この短座型航空機は、アメリカ空軍の UF-12 迎撃戦闘機、及び著名な SR-71 の先駆けになる。1968年5月に、最終任務が実施され、計画と本機は、同年6月に退役した。A-12 開発は、U、U-2 の後継機を開発するための、 準備作業として1950年代にロッキード社内で開始され、天使エンジェルとして知られた U-2 計画にちなんで、設計案はアークエンジェル、アーカンジェルと通称された。設計が進化し、形状が変化させられるにつれ、ロッキード社内での故障がアーカンジェル -1 からアーカンジェル -2 等々に変化した。進化した設計案に対する これらの通称は簡単に A-1、A-2 として知られるようになった。A-12 は U-2 後継機の開発における12番目の設計であった。個々の航空機に対する多くの内部文書と参考文献では、ジョンソンの好んだ窃盗時による故障が用いられた。1959年 CIA は、 コンベア社のキングフィッシュと呼ばれた提案を退け、ロッキードの A-12 を選定した。1960年1月26日、CIA は12機の A-12 を発注した。CIA による選定の後、さらなる設計と生産が、オックスカート、オックスカートの一組名の下で実施された。 カリフォルニア州バーバンクのスカンクワークスでの開発と生産の後、1962年4月26日に最初の A-12 がグルームレーク試験場に搬入され、ロッキードのテストパイロット、ルーシャルク、ルショークが A-12 の講師飛行を行った。最初の公式飛行は同年の4月30日である。 1962年5月初めの最初の超音速飛行では A-12 は M1.1 の速度に到達した。1962年最初の5機の A-12 は17000ポンド 76KN の水力を発揮するプラットホイットニー製の J75 エンジンを搭載して飛行した。J75 エンジン2機を装備する A-12 は おおよそ M2 の速度を発揮することができた。1962年10月5日には新たに開発された J58 エンジンを1機だけ装備し、片方は J75 エンジンの A-12 が飛行した。1963年をはじめには両方のエンジンを J58 とし、1963年中に M3.2 の速度を記録した。また、 同じく1963年5月24日に1機の A-12 がユタ州ウェンドーバー、ウェンドーバー付近で墜落 A-12 計画で初の機体喪失が生じた。1964年6月には最後の1機がグルームレーク試験場に搬入された。A-12 はジェットエンジン喪発のデルタ翼機でエンジンは主翼中ほどにあり、 二機のエンジンラセル状に左右各一枚の垂直尾翼を有する。機種横まで張り出した特徴的なチャインを有している。SR-71 との外見的な差異は少ないが、テールコーンの長さは A-12 の方が短く、機種横のチャインも A-12 の方が小さい。A-12 計画の生産工程を通じて、18機が製造された。これらのうち、 13機が A-12、3機がアメリカ空軍向け UF-12A。これらは、オックスカート計画の資金で建造されたものではない。2機は D-21 無人偵察機の母機 M-21 であった。13機の A-12 のうち1機は、複雑練習機型とされた。2つ目のシートは、操縦士の後ろに備えられ、教官が前方を見ることができるように前席よりも、 高い桶に取り付けられた。1967年5月には沖縄県のカデナ飛行場に飛来し、ブラックシールド部隊、ブラックシールドユニットが作戦状態に入ったことが宣言された。1968年1月には任務を SR-71 に置き換える準備として、ロッキード社は A-12 製造に使われた生産設備を破棄するよう命じられた。 A-12 は CIA のブラックシールド作戦でカデナ飛行場に作戦展開され、1967年5月22日に最初の A-12 が到着した。さらに2機が5月24日及び27日に到着し、30日には部隊が作戦可能となったことが宣言され、31日には作戦が開始された。 メルボジェーバディッチは、ブラックシールド作戦初のフライトを行い、北ベトナム上空を高度8万フィート M3.1 でコース越し、地対空ミサイル陣地を撮影した。1967年中に、カデナ飛行場より A-12 は、ベトナム戦争支援のため22回の作戦を実施した。1968年中には、ブラックシールド作戦は、ベトナムで、 多くの作戦活動を行い、プエブロ号事件の支援に当たった。1968年5月8日に、ジャック・レイトンが A-12 最後の任務を行った後、A-12 は SR-71 に地位を譲って、現役を退いた。ほぼ1年間のブラックシールド作戦で、A-12 は29相手の作戦を実施した。作戦終了ほどなく、 A-12 前期の退役からちょうど2週間半前の1968年6月4日、カデナを発信したジャック EX の操縦する A-12 がフィリピン近海の太平洋に墜落した。同期はエンジン乾燥後の機能点検飛行中であった。沖縄での作戦展開中に A-12、後に SR-71 は、 その姿にちなみハブと呼ばれるようになった。1968年6月21日、パイロットのフランク・マレーはカリフォルニア州パームデールに向けて A-12 最後の飛行を行った。オックスカート計画の元々の概念と A-12 の作戦運用との間にはほぼ10年の歳月が過ぎていた。29回の作戦飛行の後、 A-12 は退役した。沖縄に展開していた A-12 はカリフォルニア州パームデールに帰還し、保管庫に収納された。現存する機体は合衆国中の博物館に寄贈される前に、ほぼ20年間にわたってパームデールに保管されていた。2007年1月20日、ミネソタ州議会とボランティアの講義を受けて、 ミネソタ州ミネアポリスに保管されていた A-12 は CIA 本部にて展示するために分解、搬送された。以下の年表には A-12 だけでなく一部に後継機の SR-71 の実績を含んでいる。UF-12 計画は CIA のために設計された A-12 の派生型で1962年に初飛行し、 限定的に生産された。ロッキードはすでに設計、研究開発の作業と投資が済んでいる A-12 を基礎とする航空機によ低コストで X 回 -108 の代替機を提供できると空軍を説得した。アメリカ空軍は1960年に A-12 生産ラインの第11から13スロットを取得し、それらを u f フ -12A ゲー劇戦闘機の構成で仕上げることに同意だ。ユーフ -12 企画とするための主要な変更点には機種を回収して X 解 -108 のために開発されていたヒューズ下機管制レーダーを収納できるようにすることや下機管制レーダーを操作する乗員用二鉱石を追加することといったものがあった。機種の回収により 機体の空力特性が大きく変化し、胴体化とエンジンなせる下部に、ベントラルフィンを追加する必ずが生じた。A-12 の偵察機材を収納していた、機内米はミサイルを格納するために乾燥された。A-12 の基本設計に対する注目すべき、派生型が M-21 である。M-21 は、D、D-21 無人高速偵察機を運搬し、 発信させるために用いられた。M-21 は A-12 短座型のキューベ便ー、偵察カメラを収納したを発射会員のための鉱石で置き換えたものである。作戦のために無人機を搭載した際、この改造機は M-21 と呼ばれた。D-21 は完全自立動作であった。発射された D-21 はターゲット上空をこう過ごし、 偵察データパッケージを投下するために事前に決定されている会合地点へ向かう。パッケージは空中で C-130 に回収され、無人機は自爆する。1966年、無人機が発信時に母機に衝突して破損させ、鉱石乗員を死亡させる事故が起きた。この出来事により M-21 の開発は中止された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。